この赤ちゃんが噂の子。女の子で、生まれた時は2500グラム、全身が成虫になるサナギのように2、3ミリの皮膚で覆われている。ミルクはよく飲むので胃腸の調子は良いようだ。しかし母親パヤオさんは毎日来る人々のお相手で十分休養ができない。